どうも、ヤマトランクスです。テイルズオブアライズ続きからやっていきたいと思います。今回はですね、中央広場に向かってジルファの処刑をね、止めに行きたいと思います。なんかいきなりね、処刑するっていう流れになってるみたいで、こっちかな。困っている人がいるみたい。困ってる人いるね。ん、みんなモニター見てるわ。困ってる人は後でいいかな。ちょっと待って、どうやって行けばいいんだろう。こっちかな、合ってるかな。持っとくか。あ、イベントですね。うわ、敵がいる。公開処刑はこの奥か。何をしているか、貴様ら。国内待機命令が出ているのを知らんのか。どうするの。他に入る道もなさそうだし、力ずくで押し入るしかないでしょうね。もう、こいつら、まさか不穏分子の仲間か。やるしかないな。行くぞ。強行突破で行きましょう。お、なんか覚えたの。目の前の敵を倒すことに集中したら。行くぜ行くぜ。お、なんか覚えた。おらおらおら、弱いね。わ、精霊術なんだ。どんな技だ。おら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 、なんか水の玉みたいなのが周り飛んでるけど、あれなんだろう。おら、痛い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 。せいや、危ない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 。なんか月がすごいね。月がただ倒していく。お前知ったか。いや、まだ出てきた。キリがねえな、これ。次から次へと。ジェルファー。おお、この辺りで処刑してるのかな。あ、いた、ジルファー。ボロボロになっとる。我が秩序のもとに生きることを許されし、すべての者に命ずる。我スルド、ガナベルとパルキリスの声を聞け。見よ、ここに我が秩序を脅かさんと試みた者や、企てが愚かなら、それを隠し寄せると考えたも愚か。すべてのダナは今一度心に刻むべし、かかる輩が我がシスロディアに生きる余地のなきことを。さてさて、哀れな石突きよ、最後の決断を下す前に、私はお前に妨害の慈悲を示そうと思う。慈悲。お前の仲間はどこにいる。それを皆の前で告げれば、しばかりは免じてもよいぞ。まあよい、時間は。お前がその気になるか、仲間の方から出てくる。一つ試してみよう。え？え、え、え、そろそろ下まで出てきたのではないか。殺しはしてないんだね。何を話せばいい。え、言うの。まずは皆に己の過ちを、叱る後私に仲間の居場所を。過ちか。確かに過ちだらけの人生だった。ずっと戦ってきた。ほとんどが負け戦だった。
生き延びるのに必死で、家族のことも満足に構ってやれなかった。ローが聞いてる。たくさんの仲間を失った。家族の絆もなくした。どれもこれも救いようのない過ちだ。分けても戦いをやめなかったのが最大の過ちであったわけよな。戦いに犠牲はつきものだと言うやつがいた。多分そうなんだ。俺もまた戦いで守りたかったはずのものを犠牲にした。戦い続けたことに後悔はない。だが失ったもののことを一日だって忘れた日はない。失う前にそれを言ってやれなかったこと、それこそが俺の最大の過ちだ。あんたたちは俺のようにはなるな。過ちに気づけるなら手遅れになる前にやり直せ。本当に失いたくないもの、守りたいもののことだけを考えろ。あんたたちにもあるはずだ。黙らせよ。え？その声に耳を傾けろ。立ち上がれば壁は壊せる。ズルドが作らせた腐ったれな心の壁でもだ。やめろ。ロウ。生きてるかよ、親父。ロウ、お前。助けに来てくれた。なんでこんなこと俺が。今は昔話してる場合じゃねえだろ。あのクソったれどもぶっ飛ばさねえと。まあそうだな。お前そのものの息子だな。ことが終わるまで任務から外すよう申し付けておいたはずだが、担当者は後で罰せねばなるまいな。何？まあよい。本来の目的は達せられたようだからな。本来の目的？お、来た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 。そういうことか。お前がカラグリアのアルペンか。裏切り者にダナの魔女とは面白い友を連れたものよ。友なんかじゃない、仲間だ。我々もいるぞ。メネック、無事だったんだね。あとはお前を倒すだけだ。するとガナベルト。マスター号の輝きは、これはなんか様子がおかしいぞ。もう少し引っ張るつもりだったが。何これ。それはマスターゴア。一体どういうこと。ジルファ。ジルファなんで。親父。マスターゴア同士の共鳴とは
俺はしたり。メネックやっぱり悪いやつ？ご苦労だった。下がれ。え？どういうこと？まさか、それじゃあんたが。いかにも。私がシスロディアの継ぐ、ガナベルド・ファルキリス。ルナの継ぐがルナの指導者。お互い素性を隠すのは得意と見えるが、ほんの余興のつもりだったが役に立った。カラグリアの炎の剣をおびき寄せる計画。狙いは俺だったのか。アルペン、ジルファが。親父特製の毒だ。波の治癒術では追いつくまい。この野郎。長気にやむな、諸君。皆ここで死ぬのだから。あ、ボス戦ではないのか一応。さっさと倒して。全力で行くぞ。なんだこれ、オーバーリミッツ。ダメージを受けたりジャスト回避を成功させていると一定時間オーバーリミッツ状態になります。オーバーリミッツ状態では AG を消費しなくなり、敵の攻撃を受けてものけぞりません。技打ち放題ってこと？不用技。オーバーリミッツ状態で敵に術技を当て、三角四角バツのいずれか二つを長押しすると不用技が発動。どういうこと？飛行機やりたいね。飛行機。あ、できなかった。飛行機。あ、飛行機。あれ、また飛行機できるのかこれ。え、こういうこと？これが飛行機か。めちゃめちゃ強いじゃん。ナイスー。飛行機覚えちゃった。くそ、数が多い。怪我人を守りながらでは不利だわ。親父、しっかりしろよ親父。見苦しい。死の順番が多少前後するだけのことであろう。貴様。おお、忍者みたいなことすんな。煙玉ですね。消えた。逃げたか。とはいえ、よもやこのまま蓄電はすまい。歓迎の準備をして待つとしよう。逃げられたの？どうやらな。だがここもいつ追っ手が来るとも限らん。ジルファのこともある。ひとまず隠れ家に戻ろう。隠れ家もバレバレなんじゃないの？ジルファ。ここか。早く隠れ家に行こう。ジルファを助ける方法があるといいんだけど。困っている人がいるみたい。よし、話を聞いてみよう。ここシオンの治癒術でなんとか。親父、目開けろ親父。ダメ、毒の進行が止まらない。なんだ。ジルファ、すまん、後を頼む。ロウ、そこにいるのか。ああ、いる、いるよ。だから、ロウ、見えない。
いるのか。ロー。目が、目が。ロおやつ。冗談だろ。まだ何も何も。これは以前から内通者を疑ってはいたが、まさかメネックだったとは。これからどうするの？俺は行く。ロー、ガナベルトのやつをぶちのめす。ガナベルトは間違いなく待ち構えているわ。何もかもが罠だったのよ。罠なんか知ったことか。とにかくガナベルトの野郎は許せねえ。そうだな、その通りだ。ガナベルトは許せない。アルフェン、あなたね。どの道スルドの元に行くと言ったのはシオンじゃないか。それともこのままカラグリアに戻るのか。そういうことを言ってるんじゃないわ。頭を冷やせと言っているの。あんたたちが来る必要はない。これは俺のけじめだ。ジルファの仇を討ちたいのはお前だけじゃない。それに今あいつを倒せないなら、きっとこの先もずっと倒せないよ。どうせ炎の剣を当てにしているんでしょう。いいか、やるからには失敗は許されないわよ。本当にいいのか。スルドを倒してから良かったかどうか考えよう。私にも協力させてくれ。我々の問題に君たちを巻き込んでしまった。せめてものを詫びた。ここにあるものは何でも使ってもらって構わない。ここが襲われる心配はないのか。大丈夫だ。ここは私が作った隠れ家だ。メネック、いや、スルドも知らない。あ、そうなんだ。撃ち行こう。ジルファの仇を討ち、この国を解放する。お、ローが仲間になりました。ローの特性、アウェイクニング。一度ものけぞることなく攻撃を当て続けると超集中状態となり、攻撃力と属性攻撃力が上昇します。へえ、強そう。はい、ちょっと装備とか整えられるのかな。あ、素材が足りないね。まずは出ましょっか。大したもんないんだよな、意外と。何でも使ってくれていいとか言って武器とか買わないといけないんだもんな。さて、スキッと来てますね。あんな騒ぎがあったのに何も変わった様子がない。ジルファの言葉を聞いて誰も何も感じなかったの？どこに蛇の目がいるかもわからないんだ。密告が怖くて何かするなんてできっこねえよ。それに奴隷としての暮らしが長く続くと立ち上がるという考え自体が出てこなくなった。まあそうだよな。カラグリアの人たちがそうだった。牙を抜かれて人頼みになった連中に何かを要求する資格なんてないわ。シスロディアじゃ牙を守ることも難しいんだよ。それに好き好んで死にたいやつばかりじゃねえし。それでもスルドを倒せばきっと何か変わるはずだ。うん、そうだよね。さあ、もう一つスキット、盾砕き。言い忘れてたけどよ、もしやたら守りが固い敵が出てきたら任せてくれていいぜ。守りが硬い、盾とか持った相手ってこと？盾でも甲羅でも何でもさ、
そういうやつは正面から殴ったって大体防がれちまうから。何か策でもあるの？そんな大層なもんじゃないけど、硬いもんをぶち割るのは得意なんだ。素手で？力を集中してある一点に叩き込むんだ。うまく説明できねえけど、大抵それで打ち砕ける。本当に？精霊術でもないのにそんなこと。できると言ってるんだ、信じよう。ありがとうよ。脳筋の極みだね。まあ、今一番拳を叩き込んでやりたいのはガナベルトのやつの面だけどな。その機会ならすぐ来るさ。はい、地図見よっか。地図、中央広場に行くんだよね。またさっきのとこに戻る感じでしょうか。さあ、またまた中央広場の方にやってきたけど、スキッと来てますね。ガナベルトの野郎。敵があまり見当たらない。どういうこと？罠じゃない罠。俺たちが逃げるはずないと踏んで待ち構えているのかもな。だったらお望み通り乗り込んでぶちのめしてやる。多分広場の奥のリベールの極東だと思うよ。あれがスルドの館だから。あの光を集めてる修霊機のある建物だな。用心しなさい。こちらに治癒術があるのを見越してあんな毒を仕込むなんて。あの男相当危険だわ。あいつは危険なんかじゃねえ。ただの陰険陰湿野郎だ。スルドを甘く見ない方がいいと言ってるの。他にもどんなことをしてくるかわからない。それに後悔や戸惑いはあの男を喜ばせるだけよ。分かったよ親父。最後に何を言おうとしたんだ。それを想像できるほど俺はあんたと言葉を交わしてないのに。さあ、中央広場までやってまいりました。特に何もいないけど、目的地マークがついてますね。あの大きな扉。さあ、イベントですね。引きつけて来やがったか。大きい盾任せろ。あんなもの俺がぶち抜いてやるよ。さあ、チュートリアルですね。ローのブーストアタック、破壊の一撃。気合を入れたジルファ仕込みの一撃を繰り出します。殻や盾などの装甲を備えた敵に有効。了解と。チュートリアルスタート。どんな装甲だろうと無駄だ。あの盾を何とか切るって言うの？へい。という感じ。盾があろうと打ち抜いてやる。このオルジロ。ほら、なんか技覚えたぞ。ほら、せい。あれ、あ、他の敵にやらないといけないんだ。こうかな。オッケー。ローのブーストアタック。盾や殻などの装甲を持つ敵が現れたらローの出番です。ブーストアタックで装甲を破壊しましょう。オッケー。ほら、おお、天気。おお、天気。うわ、痛い。一人やった。あと一人？あと二人か。とどめだ。これはオッケー。いい武器の素材になるぞ。これで中に入れるんですかね。中って結構広いのかな。この奥にガナベルトがいるんだな。ロー、道はわかるか。ここはレナの城だ。ダナの使いっ走りなんか入れるもんか。そうか。ものすごい精霊力、押しつぶされそう。わかるのか。この建物中に充満してる。奥ほど強くなってるみたい。
修霊機のせいね。きっと大量の精霊力が蓄えられているはず。使われたら面倒なことになるわ。そうなると思っておいた方が良さそうだな。なんだっていい、全部ぶん殴ってやる。リーベルの極東ダンジョンになってますかね。結構歯ごたえありそうな難易度になってるかもしれません。1階の昇降機を調べる。なんかいろいろ扉があるんだけど、これ何、鍵、あ、そういうこと。こっちはん、勝手に動いたぞ。この昇降機動かないな。他に上がれるところはないのか。落ち着いて、この階をくまなく調べてみましょう。うん、これを動かす方法も見つかるかもしれない。はい、じゃあ調べてみましょうか。ここは、あ、開くんだ。なんだこれ、バリア。これは壁か。先へ進めないな。侵入者用の防壁か。面倒なことしやがって。他の道を探すしかないか。任せろ。どういてな、こんなもんぶっ壊してやる。まさかパンチで破壊できんの。むちゃくちゃやんこれ、むちゃくちゃやんこいつ。ふうじゃねえよ。消耗してるようだが大丈夫か。これくらいなんともねえ。行こうぜ。頼もしい。うわ、いっぱいいるいっぱいいるいっぱいいる。ここはほらマジめちゃくちゃなんだけど。お、宝箱。アレキサンドライト。他はないかな。うわ、敵がいた。一体か。バラバラにしてやる。バラバラにしてやるぜ。とどめだ。お、スキルパネル解放。ロー、ハードパンチャー。うん、いいですね。何か覚えた方がいいかな。この辺を覚えとこっか。よし、この調子でいきましょう。さて、昇降機を動かすために必要なもの何かあるかな。オレンジグミ。うわ、なんかいっぱい来てんな、いっぱい来てんな。ミルク。問題ない。これは、お、合鍵。なんて読むんだろうあれ。なんとか室の合鍵。どこの鍵だこれ、いまいちわからんけど。ここは入ってないかな。ん、なんだこいつ、喋りかけられるぞ。私は敵ではない、嘘だ。銀の剣の団員だ。お、スパイか。私は蛇の目に潜入して情報を流しているんだ。昇降機の動かし方、すまないがそれは聞いたことがないな。代わりと言ってはなんだが、入り口の正面にある執務室の情報を教えよう。何でもそこの机には反対側の塔の扉を開ける装置がついているらしい。手前の収集室に、あ、収集室って読むんだ。鍵がかかってるだろうが、合鍵がこの塔にあったはずだ。それもね、ゲット済みですね。昇降機を動かす手がかりになるといいが。先に教えてくれ、そういうことは。他は？ここ光ってますね。アップルグミ。さあ、こっち側も用ないのかな？ん？敵がいる。で、こっち行けるようになったのかな？え？開けれないけど。こっちは？開くわけないよな。あ、ここ開くんだ。こっちか。
ここが収集室。アップルグミはいっぱい。このあたり、あ、ここも光ってるね。リンゴ。ここ通りたいんだけど、こう引きつけて、あー、ダメだった。待って、引っかかったわ。エレメンタルター。片付いた。なんとかやっつけましたね。問題ない。お、ここめちゃなんかありそうじゃん。武器とか飾ってあって、収集室ってそういうことか。何ここ、武器庫。使うためというより飾ってあるように見えるな。どうでもいい、行こうぜ。もらっちゃえば。これダナのだよ、レナじゃない。え、これだけじゃないよ、ここにあるの全部ダナのものみたい。なんでダナの武具がレナの城の中に飾ってあるんだ。興味があるなら後で調べればいいわ。今はスルドを倒すことに集中しなさい。後で調べられるのかな。まあ、とりあえず進みますか。執務室、めっちゃなんかありそう。お、裏ボタン。なんだなんだ。玄関広間の北にある扉の鍵が解除。これで扉が開いたのか。昇降機の動かし方はわからないままに行ってみるしかないわね。さあ、玄関広間に戻ってまいりました。ここの鍵が多分開いてると思います。結構昇降機動かすの大変だな。こっちも広いのかな。いや、なんか広くない。こっちめちゃめちゃ広いんだけど。広すぎだろ。地下牢獄。牢獄って檻に通ぐ。お、飼ってるのか。囚人を処刑する代わりに。これやばくない。餌にしてるって噂を聞いたことか。まさかこいつが。やめてよ。これギガントモンスターだよね。あ、鍵かかってる。放つことできないんだ。お、これモンスターだよな。石像、うわ、いっぱいいる。なんかあるかな。アップルグミ、これ戦わないとキラキラ光ってるものをゲットできないわ。とどめだ。さあ、何があるんでしょうか。お、昇降機の鍵ゲットしたぞ。これが昇降機の鍵なのか。試してみればわかる。これで2階に行けるなんだ。え、なんかめちゃめちゃ怪しいんだけど、ここ倒れてる。え、ライフボトル。ちょっと待って。あー、やっぱり動いたか。やっぱり動いたね。イビルスタチュー。でもこいつらあんま強くないんじゃないかな。オッケー。もうあまり回復はできないわ。マジか、慎重に行かねえと。はい、それではここの昇降機ね、鍵ゲットしたんで操作していきたいと思います。2階しか行けないの。何階まであるんだろう。結構これ上まで行くのにかかりそうじゃない。お、袋いる？いる？え？袋なんている？とりあえず行きますか。結構アイテム落ちてますね。はい、こちらですかね。こうか。敵が多いな。よいしょ、うまくかわしていこう。ここにもエレベーターない？この昇降機も動いてね。
きっとこの階にも鍵が何かがあるはずだ。また鍵探しか。階段もねえのか。階段はさあこっちの方かな。赤いのいる、赤いのいる、赤いのいる、赤いのいるよ。赤いのおる。ちょっと待って、赤いの怖い。赤いの当たっちゃった。兵長かな。ちょっと待って、なんか変なとこを攻撃する。赤いのが怖くて、ちょっと待って。ほら食らえ食らえ。まずは一人。この赤いの全然食らいたくない。赤いのやばいっしょ。赤いのやばくない。何この赤いの、全然減らねえんだけど。魔力やばくない赤いの。いや赤いのよく倒したのよく。どっちだ。こっちか。あれ袋いる？もしかして。お、ホロホ。あ、いた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 。角生えてる。悪魔みたいな袋だ。悪魔の角。CP がもうねえんだけど。これかな？トリート。あれ？ここかな。じゃあ昇降機の鍵。あ、なんだこれ、端末がある。他は操作盤押す。お、3階へ向かうって書いてある。どこかで起動音がした。これで昇降機が動くかな。ああ、確かめに行こう。待ってろ、カナベルト。これで昇降機が動くかなということで。うわ、エレベーター前また赤いやついる。マジか、これ倒すしかないね。ほら、まずは白いのをすぐ倒す。ほらよーし、あとは赤いだけ。ほら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 、これでとどめだ。オッケー、赤いやつ結構硬いけどなんとかなりますね。よし、3階行くぞ。さて3階まで来た。あ、3階建てなの。なんだ、3階建てかよ。スキッとありますね。ちょっと待った。どうした。ガナベルトのやつのことだ。あいつは光と雷を操る。しかも剣の使い手としても凄腕だ。仮にもスルドの一角よ。驚くには当たらないよ。それだけじゃねえ、やつはおかしな道具を使うんだ。おかしな道具？レナの武器ってこと？多分な。奴の周りにいくつも浮かんで、どこからだろうとそれが相手の攻撃を防ぎやがるんだ。死角がないってことか。ああ、だから俺が正面から奴と守りをぶち破る。はあ、守りが固いんでしょ。だからこそだ、俺があのクソったれの守りをぶち抜く。あんたたちはそこをつけばいい。わかった、わかった、お前を信じる。行こう、ジルファの敵討ちだ。はい、というわけでこの先どうやらねボスがいるということで、切り替えんで今回はこの辺にしておきたいと思います。次回ボスを倒していきたいと思います。